川村慶造明治38年8月21日は、江戸時代末期の爆心。兄に河村翔平、義弟に近藤義介、老いに河村加良がいる。翔平坂学問書で優秀な成績を収め、剣道においても野牛神影流で免許改伝を得た。慶応3年、横浜で英語伝習生に選ばれた。1868年、 母親戦争においては、松平清民に成績優秀に目をかけられ、命により、将棋隊の暴発を抑えるために、これに加入、頭りとして幹部に名を連ねる。しかし、隊内の主戦派を抑えることができず、将棋隊は、上野戦争で壊滅的な敗北を起死する。その後東北へ赴もき、将内藩を中心に、大憂藩と政府との調停に奔走した。また、 沼森かずらを省内に派遣して、坂田で農兵の訓練を担当させたり、江本武明艦隊に省内藩救援を依頼し、長崎丸を派遣させるなどした。明治になってからは、横浜で英学を治め、秀文館において校長を務めた。1890年には、円通時に、天野八郎検証費を混流する際に協力した。1九百五年八月十一日没。 ABCD 幕末維新大人名治典上官 P425 浅田康夫横浜市会の新選組生き残りありがとうございます